はい。オガライトを灯油に浸しているところです。真ん中の穴からブジブジ出てるのが、おそらく灯油を吸ってる。で、えー、中にあった気泡が、気泡というか空気が気泡になって出てるんだと思います。で、えー、こんな感じに簡単に手で割れます。ほぼ真ん中くらいで折って、あと、 その半分をコンコンと叩くとパカッと割れます。で、えー、これはこのままつけ置きというかにしといて、新材になるかどうかの実験で、こちらの方は、まあ、ちょっと焚き付けは必要ですが、このまま燃やしてみてどうなるか、比較実験をしてみようと思います。まだブチブチ出てるかな あ、でも大体あれだな。ここ、ここ浸透してきたのかな